投票は民主主義において多用される方法である投票とは、ある集団で特定の地位につくべきものを決定したり、団体としての意思を決定するために、各選員が個々の意思表示を行う行為。意思の分布を調べるためにも行われる。なお、明治初期には選挙の投票は入札と称されたこともある。投票は選挙など多数人の集合的な意思を、 決定する場合に用いられるが、多数人の集合的な意思決定の方法は、必ずしも投票に限られるわけではない。例えば役員選挙などで、合議体の議長あるいはその他のものがある人を推薦し、全員意義なく賛成して選任された場合などは、投票は行われない。投票は、構成員による意思表示の方法の一つであり、国民投票や、 住民投票などでは議案に対する賛否などの選択を行い、また代表者、統治者、その他権力者などの選挙では、それぞれの人物選択あるいは信任を行う。投票結果が決定に、どの程度重視されるか、選出された人物に対する任命者が誰かなどは、その制度による。投票には、公開主義と秘密主義がある。 公開主義は公明盛大に各人がその責任を明らかにするという趣旨に基づく。例えば議会での議案の採決は、議員がいかなる投票をしたか、明らかにするため公開を原則とする。一方、議員の選挙など特に人事に関する投票では、投票の秘密が保たれなければ、私公の上に影響をしたり、選挙人が自由意志で投票することが困難となる。 さらに、公開主義だと投票における買収などの不正行為においてその証拠立てに利用される恐れがある。選挙は選挙人による投票で行われることを原則とするが、無投票選挙になった場合のように投票によらずに当選人が決定される場合もある。無投票の制度は立候補が届け出制となっている場合に採用されており、候補者が その選挙における定数を超えないときは、その立候補者を当選人とする制度である。届出候補者が定数を超えないのに他に立候補の届出を出す者がいない場合、選挙民が暗黙にその届出候補者を適任者として承認したとみられるためである。投票区投票管理の単位となる区域を投票区という。通常、 投票は選挙区をさらに細かい投票区に分けた、投票区ごとに実施管理される。投票所投票を行う場所を投票所といい、選挙期日前に告示される。投票所は、法令で定められた時刻に従って、開閉を行う。投票の点検投票箱を回避して、投票を点検し、投票の有効無効を決定する単位となる区域を、開票区という。 開票を行う場所を開票所という。投票の点検作業は、投票の有効無効の決定や、各候補者の有効得票数の算定などである。ABC 見延べ達吉著、選挙法小説有比較、1946年、1ページ。ABCDE 見延べ達吉著、選挙法小説有比較、1946年、100ページ。見延べ達吉著。 議会制度論日本評論者。1948年。400から401ページ AB 三延達基地書。選挙法小説有比較。1946年。99ページ。三延達基地書。選挙法小説有比較。1946年。103ページ。三延達基地書。選挙法小説有比較。1946年。104ページ。 A.B. 三延辰基地諸、選挙法小説有比較、1946年、138ページ、A.B. 三延辰基地諸、選挙法小説有比較、1946年、139ページ、三延辰基地諸、選挙法小説有比較、1946年、145ページ、三延達基地選挙法小説有比較19、1946年、 146ページ、みのべ吉著選挙法小説有比較、1946年、146ページ、ありがとうございます。